3日後に迫った J3 開幕に向け、攻守の切り替えの速さを徹底したミニゲームで今日も汗を流したアスルクラロ沼津。昨シーズン15位からの巻き返しへ、一戦必勝の覚悟で開幕戦に挑みます。開幕は特別な一戦ですし、勝つか負けるかでチームの雰囲気も全然違うと思うので、今までしっかり積み上げてきたものを開幕に出せればいいかなと思ってます。やはり一発目のゲームですし、僕にとっても初めてのゲームですからね、そういうところではやはり非常に大きなウェイトを占めてるかなとは思います。とにかく勝利というものに対して、こだわっていってもらいたいと思いますし、それは僕自身もこだわりを持ってますからね、強い気持ちをグラウンドの上で出せるようにしていきたいですね。